ブロンズとか言ってるプラチナなんだったら言っといてよ。できない可能性ごめん、とはエラーで落ちたんだけど。なんなのマジで。やる気ないじゃん。お前だよブロンズ。ブロンズいる？ブロンズはたくさんいますよ。ブロンズ界隈ですですか？エーペックス、エーペックスのカスタム何度も出てる野瀬さん、ブロンズありえるって話よ。じゃあこのブロークンムーン知り尽くしてるってこと？まあ庭といっても過言ではある。過言だろ。そうだよね、そうだよね、そうだよね、過言だよね。過言ではある。ね、今日は久しぶりだよ、二人でコラボすんの。仲良くする？いや、じゃあいいや。元気だった？こっちもいいや。元気だったかって聞いてんだよ。でももう野瀬よりさ、メトの方が連絡してくれるからね、逆に。いや、終わり。めちゃめちゃいる。めっちゃいる。助けて。いや、わかんない。これどこに向き合いてんの、これ。なんで、いや、もう終わりじゃない、これ。あ、終わりだ、これ。割れてる、割れてる、そのパス、そのパス、いや、もう死んでる、死んでる、死んでる。なんもない、なんもない。おお、終わってる、これ。おお、おお、おお、プラチナ？プラチナ0キルマジか。ブロンズでも315ダメージ出てるのに。いやいや武器ないから。まあ、武器湧いてるとこ知らんかった感じか。まあそれはある。それはあるか。さすがにそこは一番知っててほしかったわ。初歩の部分で。それはある。なんかガヤが多かったの。主にうちらだけどね、ガヤ。てかさ、メトの方が連絡してくれるみたいに言ってたけどさ、うん、トワ様のうちに連絡してきてなくない？どっちも連絡してないから連絡がないわけでしょ。まあ、てかなんならだって、じゃあ久しぶりに遊ぼうよって連絡したのうちじゃん。まあトワさん別に久しぶりに遊ぼうよとかもなかったやん。ないっけ？ないよ、ないだろ。今の流れはだってないだろ。そんなことない、トワも言おうと思ってた。カンマ1秒差で負けた。本当かよ。まあ遊びたい気持ちしかなかったけど、まあちょっと気持ちが乗せよりは劣ったかな。ちょっと待って待って、うちより劣ってたのにうちに文句つけてんのやばくない？いや、うる、黙れよブロンズ。お前やばすぎるだろ。前さ、うちがホロライブだったらって一回考えたことあんだよ、忙しさ的な意味で。はい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 。外出たくなくて運営さん困らせてそうだなってなった。最悪だね。目つけられるよそれ。連絡返信停止部じゃマナーですから、社会的なね。そうだね。あれちょっと刺しちゃったかな、ごめんね。いやいやいや、別にうちマナー違反しても別に怒られないし、 V スポーツ。それもどうかじゃない。それもちょっとどうかじゃない。諦められてる。すいません、叱ってあげてくださいこの人。とわさまって労働したことあんの？バイトとか。あるよ、バイト、アルバイトしてたよちゃんと。確かにとわさまはしてそうだな。ただただとわさまの株上がってるだけやん今んとこ、この配信。まあ、見なくてもわかるもん。とわさま偉いって流れてるでしょコメントで。そうね、それしか流れてないですわ。腹立つわ。腹立つわ。とわさまよいしょ配信やんこれ今。よいしょよいしょ。最悪や。でものせはさ上がりやすいよ、だって下なんだもん。そうだよ。そうそうそう、うち普通のことやっただけで超よいしょされるからね。そうだよ、それめちゃめちゃよくない？すごい伸びちゃん偉いってなる。だからそれがやっぱいいよね。ヤンキー法則だよねそれ。得してる。掃除しただけで偉いよ。うち仕事でしか最近外出てないんだけどさ、最近外出てて偉いねって言われる。月1とかなのに。こっち戻ってきちゃった。敵どこ？一人割れた。あ、ナイス。うわ、あーもういた。ここで戦闘中のフェニキュア巻こうかな。やばい、後ろにいる。これ別だった。うまいっすね。やばい、終わる。やばい、さすがに終わったそれ。なんか急に人多くなったな。急に人来たな。乗せて最近部屋綺麗なの。つい一昨日ぐらいにオーバーウォッチ中に前日に食べたケーキ床にひっくり返した。え、ちょっと待って、汚。え、丸出しで置いてたってこと？うん、その余ったやつってことでしょ？うん。え、いなくなった、もしかして消えた、死んだ。まあそういう人もいるよね。10人トイレやもんね。そうだよ。でもさ、うちがさ引っ越したら一回来てよ。引っ越した直後だったらいいけど。なんでだよ、いいじゃん。引っ越してちょっと経った後に行くのはちょっとやばいかも。真ん中に入れんのこれ。入れるよ。え、ここだよ。うん、そこ。うわー、え、待って、これ抜けれんのこれ。危な、特に何もないや、この上か。一人くっそろう。俺が来たよ、トゥン。と言いつつ何もしてないという。え、どこにいるの？何もしてないんだけど。痛いんだけど。あ、これか。そう、任しちゃおう。チーム、楽
上にいるのか。うん、ナイス。ナイス。何もせずに終わってってます。わー、ショップショップ。やばい、配信前に声張ったせいで喉がもう終わってる。なんで張ったの声。怒ったから。何怒ってんの誰のせいな。メガネが壊れててさ。おいた。何もできない。コアはできない。あー無理。こっから後半にかけてガンガン上げてきます。何笑ってんの。いや、久しぶりにさ、のせとコラボしてさ。でも外部で一番最初らへんやっぱり仲良くなったのはのせだなぁって思って、なんか、え、そうだよ。あ、知らんかったわ。え、なんかショックだわ。別にそこショック受けるとこじゃなくない。なんか両思いじゃないかってすごいショックだわ。うわ、それそうだったんだ、嬉しいなってなったとこだから。だってそれでそうだよね、うんうんってなったらキモくない。そっか。え、女心むず。女心むず。だからモテないって言われてる。そんなことあるか。うちそんなにそもそも友達多い方じゃないからさ。うちも結構トワ様のこと大事な友達だと思ってるよ。ほんま？え、ガチガチガチ。ちなみにガチ。ん？やばい、上の写真がえぐい。トワ様頑張れ。こっちはこっちでなんか戦ってるわ。こっち無理だ。うん、ドバイ。ここの地形かすすぎ。二度と降りねえわ、ここに。不愉快です。不愉快極まりない。そろそろいい加減にご飯行くでしょ。え、その言葉君の口から出る。それ。いや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 。2年ぐらい経ってね。まあね。そうね。まあでもうちね、腰を上げるのに1年はかかっちゃうから、やっぱり。2年経ってるけどね。2年は全然序の口よ。もうおばあちゃんになっちゃうよ、そんなこと言ったらもう。うち5年ぐらいご飯行こうねで交わしてる友達とかもいっぱいいるから。口だけ女や、もう。マジで口だけ。マジで口だけ。嫌な感じ。のせと後に知り合った V スポのこと合ってる方が高いわ。キナーノとかやめてくんない。なんかうちの株下がってくから勝手に。いや、何もしなくても下がってく。確かに何もしなくても下がってくわ。いや、汚いし。カービン落とせるよ。いる？これ。はい、どうぞ。うん、 TMT や。TMT はトワ様的に TMT じゃないの。まあやっぱり一回断っていくっていうのはありますよね。やめて。なんか一回断っていこうかなみたいな。営業っぽくなってくるって。なんか違う、最初なんだよって言ってたけど、なんかだんだんもうめんどくせーってなっちゃって。もうまあ、いやでも一旦断っとくそぶりは見せとくんだ。一旦そう、一旦一応断っとくかっつって、そういうそぶりは一応見せとく。義務やね。義務ってんな。うまい。それは早くして。マジ何も見えん。こっちでもいいんだよな。マジでこの味方うまい。あ、間違えた。あ、やばい。はあ、入力ミスった。おお、やばいですわ。来てる。ナイス。病院スパイダーのとこいた。やばい。やべ。ああ、こいつ。うえー！本日激アーペックスです。キハハ。バルなんてやろうよ。え、やりたーい。おっかさん。ウォッカさんがコメントします。バロやろうよって。やばい、重いわ。ウォッカさんのバロやろうよ。ウォッカさんでいいやん。ウォッカさんを使い倒そう。うちもウォッカさんにキャリーされてアンレで気持ちよくなりたいんだけど、やったことないんだよな。いや、もう敵でね、ぶち殺されまくってね、本当に不愉快な思いだけさせられてるウォッカさんには。本当に、じゃあ最低じゃん、ウォッカって人は。いや、ウォッカって人ちなみにマジで最低だよ。本当に最低だよ、マジで。姿見せた瞬間死ぬからね。マジ、いつもしばかれてて、もうフラストレーションがやばい。イライラきた。あ、物資来るよ。やめてもらっていいですか？そう。ちょっと。うざ、普通にうざ。ナチュラルうざ。何ページかよ。2倍取れるよ。何ページから？何ページから。ほんとだ、サイトだけ。おーい。え、こいつ。こいつイカれてるな。くれてやるよ、そんなん。たま、大雨ピン刺したのに取られた。もう一生ネチネチ言いそう。エジオ116、11月6日誕生日。見えねえって。
何にも見えん。うん、なんか相手は見えるらしい。ちょっと待って、メガネがずれて大変。あとはさ、ポーあのさ、あれなかったわ、呼吸なかった。初心者もしかして IQ200 ぐらい。まーだなんかさ、あいつをやばい。あゾンホライめっちゃロー。ゾンホライオッケー。え、ゾンホライロー、マジ。これこれこれ、あーナイス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 。起こされてる起こされてる。ロー、ローじゃないわ、割れてる。あの、誰だっけ、その人、そう。あ、ナイスナイス。あーナイス。カービンあったよ。あ、ちょっと待って、ランプを2倍抜いて取られないようにね。本当だよ、ここにもあるし。やっぱうちさ、今メガネ壊れててさ、右のあの棒がないのよ。右の棒がない。そう、左だけでかかってんの。だからさ、もうメガネマジでずれるんよ。どういう状況？視界がだけ壊れる。視界がおかしくてさ、ずっと打ち合ってる時にメガネめっちゃずれんだよな。それ頭を揺れてるってこと。おもろ。良くないよ、終わってるよ、環境が。じゃあ12時ぐらいで終わりましょうか。しゅか、そうですね。これ来てる、ミニキだけ巻くわ。もうどうにかこうにかお願い巻きたい。やべえ、素材変わる。うわ、金の人。あーぜー、メガネがずれる。いる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 。え、え、え、あーそっちか、ここに。え、いないらしい。あれ幻覚だったんじゃん。幻覚かな。アンチこっちか。じゃあいるかもしれない。いる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 、ここいる。あれ、じゃあ幻覚だわ。トアのポータルのとこにいるんだけど。ナイスカバー。あっち。だってジブがいる。あ、トアの目の前に。あと一人、あと一人。ナイス。ナイス。この味方うまかったな。のせさ、朝ごはん食べる派、うん、まあ、いつを朝ごはんと置くかっていう問題も起きてくるけど、まあ、あれでしょ、どうせ2時ぐらいを朝ごはんと置かないか。そう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 。3時とかに起きて朝というかみたいなとこもある。でも何食べんの、それによるわ。普通に家のご飯か Uber Eats で、普通に昼ご飯みたいな朝ごはん食ったりするよ。じゃあ昼やん。と最近さ、めちゃめちゃダンスやってんのに、うん、太ったの。気にすんなよ。気にしなくていいか。幸せ、好きなものを食べるということは。ちょっといっぱいいるね。え、待って、あ、そんなにいっぱいいたの。あ、見てなかったよ。酢豚ですね。あ、あ、まあまあ気を取り直して気を取り直して気を取り直して。でもスタバって美味しいよね。スタバうまい。スタバのね、好きなドリンクがあるんだよ。もしかしてエンジョイメドレーティーみたいなやつじゃなくて。知らない、何それ。やっぱ知らないか。そんなのあんの。知らねえか。知らねえよ。ジョイフルメドレーティーだったわ。知らん知らん。ジョイフルティーラテ飲んでみて今度。何ジョイフルティーラテって。ブラックティーとウーロン茶とジャスミン茶を混ぜてるラテ。え？って聞くとまずそうじゃん。うまい。そういうの誰が考えるんだろうね。ドリンクバーとかでさ、適当に混ぜようっつって混ぜたらうまくて、え、これ商品にしたら超よくねみたいな、そういう感じなんかな。もうね、本当にね、ジョイフルティーラテうちが頼んだ時のね、ラトナと同じこと言ってる。ちょっとカラオケとかのみたいな、似てるか。マジで同じこと言ってる。あんま冒険しないタイプなんだけど、なんかオーバーウォッチで確か負け込んでて、むしゃくしゃして冒険してみたらうまかった。あー、気狂っちゃうね、オーバーウォッチって。オーバーウォッチって気狂っちゃうね、あれ。自分も下手くそなのに味方に文句つけたくなるもん。本当に嫌なゲームだね。でもやっちゃうんだよね。お互いにマジでこいつ下手くそって思ってんだろうなって感じする。お互いに。オーバーウォッチが VC 活発だったらものすごいことになってそうだなって思うけど。うん、ものすげえことになってるよ。本当に。絶対そうだよね。人格破壊が起こると思う。でもキリンが来る、もうもう行っちゃってるよ。うん、今うちもね、走ってね。やばい、トアの前にいるし。走ってるんだけどね。トアの前にいるし。待ってる、うちも間に合わない、それ。無理だー。シロアーム相手キーアーマンです。やっべー、最悪やってもうた。はー、今の記憶は消しといて。まあ、今のも気を取り直して。あ、何？今うちの机さ、崩壊してて3本足なんだよ。3本足からなんだけど。でもねー。何？どこに住んでんのあんたは。折れてる足を頑張って奮い立たせようとしてたけど今折れた。
今折れた。どうやって支えとる？なんで立っとる？え、怖いよね。ダイパンしたりとかしたら終わりだよ。じゃあ優しくやるわ。ねえ、トワさんのさ、モニター何枚？2枚だよ。あー、平凡な女だ。グー出るかな。グー出そう。グー出るかな。お前ちゃん何枚だよ、言ってみろよ。いや、2枚やね。キモすぎ。いや、違う、3枚にしようと思ってるんよ。え、2台だとモニター3枚だよ。あ、そう。え、てかそれにしたいんよ。なんか全然ないじゃん、説明みたいな。察し悪。言葉少な。あー、まあ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 、理想の女っちゅうことだね。痛い。助けて、のせちゃん。さあ、もう完全に引いちゃいます。一つ一つじゃない、一人割れてる。